僕思うのは、作家っていうのは、何でしょうね流して、流されていけばこうなってしまうっていうものに反抗するような使命を帯びてるんじゃないかなというふうに思っていて、まあ、作品の中から言いますと、まあ、作中でこういうことを書きました、誰もが心の奥底に抱えている根源的な衝動がきっと空っぽな世界を支えているというようなことを書いて、まあ、これ、作中人物の作家志望者が。 そういうふうな思いで少々書いてるっていうところで書いたものなんですが、まあ、僕も同じような思いで,です、ね、あのその衝動がなくならない限りは書いていきたいと思いますので、まあ、あの今後私が書いたものですねあの気が向きましたら目を通していただけると幸いですただ何かを続けていることがこんなにも傲慢なことだとは思わなかったという一文を最後に挿入してこれで終われると思ったところがあるんですけども登場人物のボクサーが ただボクシングが好きで続けていきたいという気持ちだけでは乗り越えられない壁というのにぶち当たったときに自分はじゃあ小説をこのままただ続けていくということがどういうことなのかということをもう一回考えなきゃいけないなという気持ちがどこかに体の中にあってそれが言葉になったのだなと思いましたその傲慢さをとしっかり向き合ってこれからも書き続けていくことを 決意してて頑張っままいります高輪島に出てくるあの戦火ギゲーのように、間違いを恐れずに、そのフェンスを自分で越えてね、戦火をつかみに行くような、その小説が降りてくるのを待つのではなく、フェンスを越えて、小説をつかみ取りに行くような、そういう書き手でありたいと思っています。 そそしてその小説を書いていくことで次の世代次の世代の新しい時代の書き手の燃料であり、えー、肥やしになっていけば、えー、こんなに嬉しいことはないと思っています。